クレアスクーピーは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売した、ハイキル気四 49cc の原動機付き自転車に、分類される、スクータータイプのオートバイである。1990年代にヒットしたジョルノから4、サイクルエンジンに進化したジョルノクレアに次ぐ、ファッションスクーターとして2001年1月に発売。その可愛らしい丸みを帯びたデザインとともに、新企画の4サイクル、 クリーン4エンジンの経済性、静寂性、耐久性、クリーン性といった優位性をアピールし、また e c g スターターを装備し、アイドリングストップ機能を加えたクレアスクーピー i 仕様も発売している。発売当初にはイメージキャラクターとしてモーニング娘。お起用し、主なターゲットの若い女性を中心にヒットする。なお同社には、 過去に使用した商標を二輪四輪問わず再使用する監修があり、本商標は1980年代にヨーロッパ向け輸出専売スクーターの社名として初めて使用され、本モデルのカナダ向け仕様に使われた。海外ではアメリカでメトロポリタン、カナダではジャズ、オーストラリアではスキューピーという名称でそれぞれ販売されている。アメリカカナダの北米仕様では 現地の放棄に合わせ、ウィンカーテールランプの大型化、フロントフェンダーやリア周りへの反射板設置などの相違点が見受けられる。また過去には、漢字ブームに合わせた漢字仕様の外装もラインナップされていた。2007年10月にマイナーチェンジが行われ、自動車排出ガス規制対応のためエンジンに電子制御式燃料噴射装置が搭載されたが、電気系統の兼ね合いから、 アイドリングストップの愛 c o は販売終了となっている。2011年に復活販売されたジョルノと入れ替わる形で日本仕様の生産終了が公表された。ありがとうございます。